ジャスティスクラッシュ！夏マン飛び打ちマンバーワシガリア！ご覧ください、ものすごい爆発です。怪人による被害はこれまでにない規模の拡大を続けており、現在境界側で災害レベルを判別。行くか。ママ、ママ！何者だ、お前は。趣味でヒーローをやっているものだ。なんだ？その適当な設定は。私は人間どもが環境汚染を繰り返すことによって生まれたワクチンマンだ。地球は一個の生命体である。貴様ら人間は地球の命を蝕み続ける病原菌に他ならない。人間どもとそれが生み出した害悪文明を抹消するため、私は地球の石によって生み出されたのだ。それを趣味だと？そんな理由で地球の人である私に歯向かうとは、やはり人間。普通のパンチ。また、ワンパンで終わっちまった。俺は世界で一番強い男を目指していた。最強の男、それが俺の夢。キョッキョッキョッキョ、ついに究極のステロイド上腕二頭キングが完成した。弟よ、これを飲めば求めていた力が手に入るぞ。これ飲むの？ああ、飲みやすいようにイチゴ味にしておいたぞ。兄さん。すごい、すごいぞ弟よ。ああ、想像以上だ。
兄さん。俺の頭脳とお前の筋肉、最高の知力と最強の肉体を求めた俺たち兄弟が、その力を合わせれば地上の全てを征服し王になれる。緊急避難警報です。 D 市に巨大生物が出現しました。巨大生物は B 市に接近中です。近隣住民は至急避難してください。これこそ俺の求めていた最強の力だ。そうだ、蹴散らせ、見せつけてやれ。俺は最強の男、俺は最強の男、俺は最強の男。最強の男になった感想は？って誰か乗ってる。パンツ履けよ。肩に乗ってるやつを殺せ。ムーサー、どうしてこうなった。やっと最強の男になれたっていうのに。誰だか知らんが、お前のせいでムーサーが死んだ。普通のパンチ。圧倒的な力ってのはつまらないもんだ。焼却。俺は埼玉先生の弟子、サイボーグのジェノスだ。吹雪様、どちらへ？焼却。ごめん、行きます。
埼玉先生ほど優れた人間を見たことがありません。正義の自転車乗り、無面ライダー参上。Yeah.